婚おめでとう。はい、友達会、いやー楽しかったですね。ね、ハムちゃん楽しそうでしたね。結果しかしないよ。え、そうなんですか。ああ、うん、ペッパービュー見てないの。見てるわけないでしょよ。いや、アーカイブで、アーカイブで。いや、見てない、見てないから。いやめちゃめちゃ良かったっすね。まずエキスポの受付しに行こうってなったら、ブランドン・ヘンドリクソンがつかつかって前に来ました。普通にいるんだっていう感じでした。去年もだけどね、ヘンドリクソンめっちゃうろちょろしてる。いや、そうなんすか。去年からなんかね、ヘンドリクソンだったよね。普通にだって翌日が大会だったはずですもんね、あの時に、うん、そうだね、うん、シンプルに遊びに来たもん。そう、何ですか。でもそれで言うと、去年の方がブースに僕らが行ってない、エキスポに行ってない可能性もあるけど、結構選手いた、現役じゃない選手。去年とか本当にフレックス・ルイスとジェイ・カトラーおる気がするぐらいだったんだけど、はいはいはい、今回はフィル・フィースもいたし、ロニー・コールマンさんもいたし、ね、うん、なんかそう、列がね、半端なかったね。やばいっすね、半端ない列があるなーって思って、うん、たまたま日本人の視聴者さんが声かけてくれて、うん、これ何並んでるんですかって言ったら、分かんないけど並んでますって言われて、で、僕先頭見に行ったらロニー・コールマンだったから、ロニー・コールマンでしたよって、マジっすかって並んですよ。あれ20回以上待ったね。そんなに待ったよ。マジで待ちました。だからもうその間にパラダさんとか並んでもらってて、うん、で僕も普段サインを人に書いてもらうこととかってないんですけど、さすがにロニーのサインはマジで欲しいなと思ったんで、その間にサササって言って、うん、僕用の帽子と会員さん用の帽子買って、うん、でそれにサイン書いて、あ、横入り OK 系やったね。割とゆるめの流れ、ゆるいっすね、うん、誰もそういうの気にしないっていう感じ、まあうね、規制がそもそもないもんね、はい、これロニーの列ですって誰かがやっとるわけでもなく、そう、リカさんと今回もでもちょっと見たよね、ウィメンズフィジークとか。あ、全部見ましたよ、はい、ね、うん、そうなの。僕が並んでる間にみんなそのしっかり楽しんでいただいて、うん、僕だけずっとロニーの列並んで、お土産買ったり、リカの大会見たり、で、リカさんもう来るよ来るよって言ったら、えっつって、今いいところなのに、ちゃっかり来たっていう、みんなサイン書いてもらって、うん、あれはちょっとね、一番僕、その人に会ってテンション上がった史上トップクラス、うん、一番テンション上がっとったよね、だから、うん、うわっって言ったもんね。そう、だけど、ね、先頭を確認しに行った時に、あれ、ロニーやでーっつって、そうそう、めちゃめちゃ、ちょっとこう、うるっとくるぐらい、うん、ロニーに会えるって、もうそれだけでやばくない、ボディビルオタクとしてはさ。うん、いやだってもう今までその人と話すときもちろん緊張とかするんですけど、うん、何喋ったらいいんだろうとか、うん、だからロニーとあとフィル・ヒースにも会えたんですよね、うん、写真撮ってもらえての時は本当に体めっちゃ震えてましたもん、うんうん、もうマジでこうっていう感じだったんで、子供になれましたね、うんうん、何喋った。いや何にも喋ってないですよ。俺は日本のジュニアチャンピオンだぜ。全然そんなことない。メインのそのね、ボディービルとか、うん、フィジークとかの話をする前に、11月の3日と11月の4日を見てきたわけですが、うん、11月3日に行われたカテゴリーが、女子のカテゴリーと212オリンピアっていう感じで、うん、ビキニ以外の女子カテゴリー。まあでも本当に女子カテゴリーやばかったっすね。女子カテゴリーが一番期待してなく一番おもろかったってことだったの。こんなケツパキパキなんのっていう。うん、本当にね、あの正直、うん、最近のオープンボディービルってちょっと仕上がりにね、うん、難がある選手が多いとぶっちゃけ思うんですけど、うん、女子はもうマジでアホほど全員絞れとるんです、うんうん、ケツ洗濯板というか、うんうん、もう完璧乾いちゃう。なんなんだろうね、うん、やばかったっすね。え、お風呂体ボディフィットネス以下やみたいな、うんうん、あれフィギュアか、うんうん、で女子フィジークかな、僕が一番見てて面白かったのは、うん、あれ今回優勝した選手が3回目の優勝で、前年度は今回2位の人に負けてたんですけど、うん、まあマジですごかったですね。うん、背中のセパレートといい、足歯向けつといい、うん、イカれてましたね、本当にすごかったな。ピンクの人だよね。いや、ピンクの人が2位で、ちょっと顔が長い人、うん、あ、長い人の方が好きってこと。はい、あ、僕長い人のチャンピオンね。そこは長い人で覚えない。それでね、分かるところがね、僕は2位の方が好きだけどね。私も2位の方が好きだけど、うん、僕チャンピオンの方が今回は好きでしたね、うん、あの人優勝するだろうなって思いながら。いや、優勝はするだろうなと思ったけど、あの可愛らしさは2位の人の方が好き。あまあね、そういういろんな見どころがあるよね。だから思ったより女子カテゴリーが普通に楽しかったし、うん、で今回は本当に去年よりも5倍楽しくて、うん、っていうのがもうちゃんとボディビルを見れる席を取れたという、うん、ところで、
近かったっすね。ありがとうございます。めっちゃ近かったよね、うん、だからもういろんな話あるけど、うん、とりあえずオリンピアのシルバー以上の VIP を取って現地観戦してからなんか言ってくれって感じ。本当にもうもうね、もう全然違う。去年のわけわからん席で見とったら、うん、前では出てくるちょっとあまりにも遠すぎたね、遠すぎた、ね、しかも去年もやっぱエキスポの会場にある予選会場、うん、この辺はもうみんなある程度理解していただいてるかな、うん、そういう予選会場もどの席があるところの囲いの外からしか見れないの、普通のチケットの人は、うん、だから今回 VIP チケット買ってたから中に入れて、うん、でそこで女子カテゴリーあんま人気なかったよね。だから真ん中の列取れたし、ね、うん、後ろの方だけど、はい、で取れてめっちゃ見れてっていうので、うん、ほんまにすっごいいい席だったね。はい、で本戦もねしっかりいい席で見れた、うん、っていう感じでね、ちょっと斜めだけど、だけど本ちゃんの真正面行きたかったらゴールド VIP って感じなんだろうなっていう、うん、全体的にでも去年の大会の会場よりはちょっとちっちゃかったよね。ちょっとちっちゃかった気がする。今年のは、毎度のジャパンプロとか去年の東京プロと同じ感じの平面だったよ、ね、ああそういうことか。平面で、うん、規模は的には規模は5倍以上あるだろうなって感じ。さすがにね、そうめっちゃでかいけど、うん、平面だったから見づらいだろうな、うん、後ろの人みたいな感じ、ね、うん、で来年はね10月なんでね、ちょっと僕ら行けるかわかんない、行けるならもう日程出たんすね、取りたい。いや山岸さんから聞いた。あーなるほど。じゃ出していい情報なのかわかんない。あ、それいや全然大丈夫だと思うけど、てか山岸さんとコラボしたんだよらしいっすね。意味わかんなくない、うん、本当にね。何でコラボしたんすか。あの連絡があったよね。大丈夫、連絡あって、うん、何でっていうのが難しいけど、まあ、言えない、なんだろうな、まあいや対談、うん、僕らのチャンネルでは対談させてもらって、はい、山岸さんの方では、うん、ブースを一緒に回ろうみたいな。へえ。ただそれだけ、はい、すげえな。ブースを一緒に回ろうがめっちゃおもろかったよね、うん、そうですね。本当にそのメンズフィジークと女子のビキニのプレジャッジを見れた、うん、ああなるほど。それでっていうのはあるんだけど、うん、まあ全然ね、うん、しょうがない。もうめっちゃ天秤にかけて、うん、言われとった時に、はい、何を置いても一番に行くのでって言っとって、うん、だからその時間で、いやってヒデと回ったらヒデヒデでしょ。そう、うん、びっくりした、うん、マジでそのよう知らんアメリカ人っぽい人たちがヒデ写真撮って写真撮ってだし、うん、でブース行ったら「おヒデどうしたの?」みたいな感じだし、うん、そうでしょうね。それはね、だからこの子たち YouTuber でレビューとかする子だから直してよとか、はい、でサプリあげてよとかで、はい、なんかバックダップっていうところの人がすごいよくしてくれて、はいはい、それこそ山岸さんとまあ仲いいのか分かんないんだけど、そういうのですごいサプリサンプルもらったりとかして、うん、サンプルじゃないのあれね、普通にもらってましたね。ガチボックス、うん、ガチボックスが4つくらい今もらってた。 あれもらってんじゃない、買ったやつじゃなくて、はい、はい、あそういただきました。 T シャツもいただきました。あそうね、そう、はい、だから本当山岸さんと言ってたから、まあそれはそうですよね。それは僕らもさ普通に回ってる時は、うん、あなんかいろいろ深海とかやってんだなぐらいで、うん、さーって言ってたんだけど、はい、あとね、そのオールマックスあるじゃないですか、うん、とブースに行ったら、うん、あのクソでかい人おるなと思って山岸さんと喋ってたジョニー・ジャクソンでしたね。ジョニー・ジャク、はい、わかる、うん、とかジョニー・ジャクソンメトロフレックスバーンって来るじゃん。ブランチはおらんかった。ブランチは僕透明にギャスプのあれで見ました。ああブランチだってなりました。多分ハムちゃんが昔行った時に比べたらだいぶまだしょぼいんだろうけど、うん、去年よりは良かった。僕はだからやっぱり、ま、だからコロナがまだ若干あったじゃないですか去年は、うん、それがそれでだから今年からまたさらに盛り返していくって感じじゃないですか、うん、そんな気がする、うん、確かに。だって去年よりなんかいろいろもらってましたよね、なんかね。あ、そう去年結構配ってた。もらえるはずよって言ったのにもらえてなかったから、うん、そう今年はだから若干良くなっていくんでしょうね、うん、で、その関係でちょっとずつ、うん、あの元の日程に戻していくっていう感じの流れみたいな。だから来年確かなんで12月にとか11月になったの。え、多分コロナでしょ。あ、そういうことか。コロナで12月まで伸ばせばいけるだろうみたいな感じで多分やってた気がする。そういうことか、うん、あじゃあ戻すんでしょうね、多分、うん、で、来年はラスベガス開催に戻るみたいな感じでした。あ、多分そうで、まあ大会の結果について喋っていくとすると、うん、まず注目度高かったのはおそらくフィジークなんじゃないかなと、まあ日本は特にそうね、うん、思うんですが、うん、ライアン・デリー優勝ですよ。びっくりしたね。誰も当てれてないでしょ、うん、分からんけどさ、うん、めちゃめちゃびっくりした。まあジムの中でも、うん、ライアン・デリーってめっちゃでかくないっていう話は結構知ったじゃないですか、うん、フィル・ヒースとのツーショットの写真が、うん、あのちょっと前に出てて、あれフィルと並んでるライアン・デリーこんなでかいんっていうのがあって、全盛期じゃないにしろね、フィルが。そうでも全然負けず劣らずって感じだったもんね、っていう話をして、うん、実際見に行ったらまさかまさかのファーストコールで、うん、ブランドン・ヘンドリクソンとライアン・テリーが割と早々に帰らされるっていう、うん、ライアン・アンド・ブランドン・バックステージ、but don't get the ball。 マジかっていう、うん、トップ2確定やんっていう、
ってなったら、それは見とってさ、はい、どう思ったんですか。あー、ライアン・テリー来るなって思ったんか、はい、なんかまあ、ブラッドは別にさ、まあまあ別に来てもおかしくない人やんか。ライアン・テリーとか、僕正直その、フィジークのプレジャッジのタイミングの、うんうん、あの後半からしか見てないんで、 そうね、その前半が見れなかったから、うん、あのそのタイミングでライアン・テリーは一応後半ギリ見れたかな、うん、ブラム・ヘンドリクソンは多分見てないはずなんですよ、うん、僕ただその時に、あ、背中めっちゃいいなって思ったんですよ、うん、で本人もその大会終わった後に、去年のフィードバックで背中が弱かったから弱点の改善に取り組んだんだみたいなこと言ったんですけど、うん、まあ今までライアン・テリーといえばミッドセクションが強いけど、うん、背中が弱い人っていうようなイメージだったのが全くそれを感じなかったので、うん、あ、めっちゃライアン・テリーっていいんだな、へーって思って見てたら、うん、トップ2のあれまで来たから、うん、あ、じゃあめっちゃ良くなってるんだっていうことなんだろうなと思いながら、今までのライアン・テリーを知らないから、うんうん、ただ全然納得ですよね、うん、だから本当に去年より一回りでかくなった感が見えたというか、うん、背中は一番強いと言っても過言ではないぐらい結構強かったよね。ですね、まあ、ヘンドリクソンと比べたら完全に、まあはい、よかったし、ね、ヘンドリクソンは毎年背中で負けてるってことですよね。まあそうね、うん、で、エリン・バンクスはね、いやもちろんすごいはすごいんですけど、うん、別に背中がすごいけど、うん、なんかそんな特筆していいんかっていうふうに僕は正直思っちゃった、うん、それはいやよかったんだけど、多分ライアン・テリーが追いついたって感じがあるというか、うんうん、悪くなったわけじゃないってことですよね、おそらく、うん、悪くはなってないと思うけど、うん、別にそのうおーっていうものでもなかったかなっていう感じかな、うん、純粋に普通にでかいなっていう感じで、うん、カイロンなんでっていうのはずっと今もう思ってる。そう、カイロンなんであんな下げられたのかなっていうね、もっと上に来てよかったと正直思うんですけど、うん、でかすぎたもない、でかすぎたは絶対ない、うん、他の人の方が全然でかい人はおる、うん、でかすぎて弾かれたんかなみたいな人はいなくはないけど、うんうん、なんでポトビンここに来るのもあったし、うんうん、ポトビンとかそういう意味ではポトビンって多分割合的に見るとかなりでかい部類に入ると思うんですよね、うんうんうん、まあ、ウエストとの対比があるから、うん、あのそう見えないこともあると思うんですけど、うん、まあ、単体すごいでかいと思います、うん、ポトビンはっていうのを含めるとカイロンはいいものを持ってこれてたと思うんですけどね、うん、全然コンディションが悪くも見えなかったし、うん、審査席から見たら違うかなっていうぐらいだよね、うん、ですね、本当にそうですね。で、まあジェレミー・ブエンディアに関しては、うんうん、まあ、ね、そうです、ちょっと残念で見た通りだと思います、うんうん、あー、そっかーとはなったね、うん、うん、そっか、ジェレミー、そっか、そうだよなみたいな、なんか、あと、うん、悲しいことにオーラもなんかそんな感じないというかさ、なんか、あの、そうっすね、髪の毛微妙最初に呼ばれとったじゃんって思って、あ、ジェレミー、そうパソコールは呼ばれてたよ、ね、最後までそのメンツではトップ組ではトップ10ではあった、うん、けどまあやっぱりセンターに来たことはなかったね、うん、やっぱりそうでしょうね。まあトレンドを抜きにしても、うん、ジェレミーの今回の体はなんならもうちょっと低くでもよかったんじゃないかなと思う部分もあります。そうだね、ちょっと切なさはあったね、うん、正直ちょっとジェレミー・ブエンディアっていうブランドで8位まで来てるところはあるのかなっていう感じではあった、うんうん、ただジェレミー・ブエンディアの体そのものは普通にかっこいいと思うんですよ、うん、あれは一つのこうそういうものだと思う、完成形というかね、うん、ただやっぱ今のトレンド的には他の選手が上に来るよねっていう感じでしたね。そうだね、それは思いました。大会終わった後のパーティーで、うん、あのジェレミー・ブエンディア見たんですけど、うん、あの本当にそのあステージ映えする人なんだなって、あ、ちっちゃかった、あめっちゃちっちゃいなって思いました。めっちゃちっちゃくなかったですか。めっちゃちっちゃいは言わんけど、まあそんな化け物級にでかいとは思わなかった、うんだからまあ結局やっぱ上に立つ人って、うん、そういう気痩せしてちっちゃく見える人が多いんだろうな。いい骨格みたいなね。そうそう、うん、それはもう全部のカテゴリーでめっちゃ思った話で、うん、フィジークの話を一旦終わらせようとすると、はい、ライアン・テリー、ライアン・テリー、うん、ライアン・テリーもレセプションパーティーみたいなの来てくれてて、うちの一緒に行ったあっちのアメリカの友達がいて、その子がこうすごいこうずずしいやつで話すタイプ、うん、で、ライアン・テリーと結構話したみたいで、うん、話せたのっていうところで結構話したっていう、すごい、でも本当に一番対応がもうずば抜けてよかったっつってて、うん、で、その時にそのライアン・テリーコーチがいないとかついてない、自己的でやってる、そうなの、そうそうそう、それで改善してそう、しかもそんなところまでこんな一番でもしてくれない、はいはい、確かに俺コーチいねえんだよガキ、日本人のガキにで、ライアン・テリーもだってやっぱ服着てたらそんなビビるほどの化け物感はなかったよね。そうですね、かっこいいって感じ。そう、本当にそのサッカー選手みたいな感じですよね、うん、まあわかる、顔もね、そう、イギリス人だし、スーツ真っ黒で超決めてきてて、すごいかっこよかったで、そう、で、そこで補足すると、うん、ライアン・テリーが優勝した時の、うん、そのフィジークのその舞台は、あ、なんかね、マジで良かったっすね、みんなが駆け寄ってきて、うん、ライアンおめでとうっていう感じの、うん、ジェレミーとかも
ジェレミーはいなかった。あ、おらんかった。6トップ6だけ、うん、5じゃない？5か。いや、いや、多分あれ10人一応いたと思います。本当だっけ？あのサイドにいたと思うんだけど、だってカイロンとかも来てたと思うんで、ジェレミーが直接来てたかどうかはちょっと覚えてないですけど、でもほとんどの選手がもうそのおめでとうって集まってくるっていう、まあベテラン選手やもんね。みんながプロになる前とかからプロだった可能性は、そうそうそう、だって9回目のオリンピアですからね、うん、で全部の順位を取ったって言ってたよね、うん、ですね、うん、すげえ9876543211すごい最後に1位を取ったぜみたいな感じのインタビューしてて、最後って言ったんすか。あれ最後に言ってます、ね、今今年ねっていう、そう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 、別に引退とかじゃないですよ、ね、あ、そういう形じゃない、全然そんなんじゃないです。でオリンピア取るのに9回かかりましたねっていうインタビューに対して、うん、9回しかかからなかったですみたいな感じで返答したので、かっけえな、うん、高いね、かっこよかったな、うん、本当に。で次がクラシックフィジークですね、うん、もうほぼほぼ予想通りというか、うん、上位4人全く変わらずっていう感じ、うん、ラモンがめっちゃ良くなってたなと思いましたね。バックポーズの時とかの足の完成度がすごく高くなってて、うん、で C バムに関してはもうあのどんどん良くなってる、うん、一人歩きしてる、一人歩きっていうかあれですけど、トップ2の時はあーラモン全然ダメやなというか、全然ダメやなっていうよりかは、そうそう、うん、シーバムが良すぎるというか、うん、絶対これはシーバムだな、こんな差があるんやっていうさ、でも去年より差が開いたと思うんですよ、うん、はい、っていうのをなんとなく現地で見てて思ったんだけど、まああんま同意してくれてはいないんだけど、うんうん、そのはい、それだけです、僕の感想は。ラモンがかなり良くなってるのも事実だと思うんですけど、うん、ただシーバムのクオリティがやっぱ全然まだ発展途上なんだろうなっていう怖さがありますよね、うん、こんな差は出るんやっていう、そのフィジークとか好き嫌いでさ順位つけるの変わるかもしれんけど、はい、クラシックに関しては多分変わらんじゃん、もう、うん、去年よりシーバムの成長度とラモンの成長度が結構差がついたんじゃないかなって僕は思ったぐらい、うん、今回は特に圧倒的だったなって、うん、ワンチャンバックポーズでラモン勝つじゃないかって僕はちょびっとだけ去年期待してたから、うん、でそれがもう今年は全くないなって思ったっていう感じでした。でも単純なデカさだったらぶっちゃけ C バムがめちゃめちゃ抜けてるのかって言ったらそういうわけではなかったじゃないですか。そうなんだ。いやでもそのいや圧倒的っていう部分が単純に筋肉量があってクソデカいっていうよりかはなんか完成度が違うっていうようなニュアンスなのかなっていうふうに僕は思ったんですけど、どういうどうですか。もう骨格。いやでも僕は骨格かな、デカいなっていう。だからカットの深さだったりでいうとラモンの方が全然あるしとか、もっといい選手いっぱいあるんだけど、やっぱり根本のデカさが C バムだけ抜けてるなっていう感じで。大人と子供。減点されるほどの絞りの甘さでもないし、うん、できるところまで極限のカットは出せてるしっていう印象ですね、うんうんうん、ペカさんビキニしっかり見たよね。ビキニ見たけど、はい、難しいなって思った。ビキニは本当に分かんない、難しいね。なんて僕だからプレジャッジはビキニ見れなくて決勝から見たんだけど、うん、決勝から見た時に一番最初に入場してきた選手が僕は一番よく見えて、でもその人は全然トップ5に入ってなくてっていうぐらい分かんなかったです、うん、だからその人がめっちゃお尻がポンってしてて、肩もいい感じに発達しててしっかり絞れてるみたいな感じだったんだけど、全然トップ5に入ってこないから、うん、ああなるほどこれじゃダメなんだみたいな。でトップ1、2で来るだろうみたいな人たちが後から入場してきたのを見て、まあ、ジニファーとか見た時に、うん、え細くねみたいな感じだったよ僕的に、うん、でそんなパキパキしてる感じもないし、だからああこれが今のビキニかみたいな、うん、のは結構思った。ビキニが本当に一番難しいね、うん、一番分からん、うん、一番難しい。日本ではまあそうじゃない、まあね、日本のプロ戦見とったらでもなんとなくこの人かなっていうのはなんとなく分かってきた気がしてたところで、オリンピアをもう一回見て全く分かんなくなったって感じかな僕は。まあチャンピオン同士ならせやからっていうのあるんでしょうね、うん、お尻がねやっぱ発達しすぎててもダメなんだろうな、うん、みたいな感じはすごい。なんかあんまりそのバキバキすぎてもダメって、ダメ、なんか後ろにそのなんて、うん、後ろのハムがあんまりこ うセパレートしすぎてもダメだし、しすぎてもダメって言ったし、だけど、ね、本当に基準がよく分かんなさすぎて、それからジェニファー写真撮ってもらったんですよ、うん、で甘かった、びっくりした、甘かった、甘いっていうかだから今のリカさんのコンディションとどっちがどうかなぐらい、大会後1ヶ月経つリカさんとどっちが絞れてるかな、うん、リカさんの方がカット出ちゃってるなみたいなぐらい全然でかくないし、細いし、うん、カットもそんなないし、うん、これがいいんだっていうそのいやその本当にね、誤解が生まれたらあれだけど、うん、難しい競技だなっていう、でかくすればいいってもんじゃないし、まあてか特にウェルネスっていうカテゴリーができちゃったから、うん、そのしっかり差別化しないといけないよねっていう部分はあるんじゃないですかね、うん、ウェルネスが下半身バカ強いんで、バカでかいね、うん、ウェルネスはもう人おかしいよね本当にヤバかったね、ウェルネスは
だからあれとの差別化のためにビキニの求められる水準がちょっと下がった可能性とかは、うん、金量的には、うん、あったりするのかな、うん、まあ、でも去年のワンツーが入れ替わったぐらいだから、うん、大きく審査基準が去年から今年にかけて変わったってことはないんだろうなとは思う、うん、でも去年見た時にね、そうなんだからサリーさんを見てた時に、うん、サリーさんなんかむくんでる感あるなって見えたんだよね、うん、でも絞りが足りなかったみたいなのを聞いてて、うん、ってなったよ僕の中で。でもそのトップの生徒たち去年も見てたから、うん、もっとパキパキなイメージ、うん、だったのを今年生で間近で初めて見れて、肩ってそんなセパレートしてなくていいんだみたいな、うん、イメージですね。ベルネスもボディ、うん、あのフィギュア、フィジーク、ボディービルに関しては本当にマジでやばーっていう感じだったと思うんですけど、うん、ビキニに関しては、うん、華やかですねって感じ、うんうんうん、なんかもうその有名選手がおってわーみたいな感じだった私は普通に、そうそうそう有名人に会えた、見た、見えたみたいな感じの。あとその他のウェルネスとかその他のカテゴリーの選手はマジででかいけん、うん、逆にインスタを探すみたいな、はい、ほんまレベチすぎて日本のそのやっぱり私も一応日本のねそういうフィジーク女子フィジークしてるからもうそういうレベルじゃなくってもう見るからにでかって感じだから、うん、もう全然男みたいだもんね。そうでも男みたいなんだけど、うん、その女子の骨格に筋肉が搭載されてるのって、うん、男の骨格に搭載されるのと全然見栄えが違うから、うん、あのウエストのやっぱくびれの位置とかが違うわけですよ、うん、だからそこの部分がマジでもうまた戻っちゃうけど、うん、女子カテゴリーめっちゃ面白いなと思いました、うんうん、でもやっぱりねあんま人気がないんだろうなっていう感じは見て取れたよね、声援の感じとか観客の詰まり具合とか見てては思うけど、でも好きな人だったらマジで超おもろいと思うよっていうのは言いたいね、うん、競技としての面白さって言ったらちょっと角が立っちゃうかもしれないけど、僕は正直そのビキニは人気が高いけど競技性としては他の、うん、カテゴリーの方が上だなっていう風に感じましたね、うん、多分ビキニの選手の中にももっとでかくなりてえって思う人たちはいると思うんで、うん、そういう人たちの受け皿にウェルネスがなっていくところもあるし、うん、まあそもそも審査基準漏れしてたそのすごいいい下半身を持ってた人たちがウェルネスにどんどん出ていって人気っていうのがまた少しずつこうウェルネスがどんどんビキニに追いついてくるみたいな、ビキニとウェルネスがトップ2の人気のカテゴリーになってくるっていう感じなんじゃないですかね。ね、うん、オープンボディビルですよ。僕は一番ハディーって叫んだ。はい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 、はい、ハディーなんか可愛かったね。お調子もいいからずっとあってさ、ずっとこうやってさ、うん、可愛かった。予選の段階では正直こう、うん、デレクの調子が本調子じゃない感じがあったというか、うん、正直僕らの1要素ハディだったじゃないですか、はい、うん、前日のプレジャッジと翌日のファイナルの時の前日のプレジャッジの時点では、うん、そうハディチョパー優勝だなっていうふうに思ってたんですけど、うん、本戦のファイナルに入って時に、うん、もうデレックが完璧に合わせてきたというか、うん、正直あれはデレック優勝で良かったんじゃないかなっていう、なんとも思わないね、うん、てかあとライティングの可能性もある、僕らの席だったらっていう、うん、ライティングが全然違ったんだよね、1日目と2日目で、うん、2日目のライティングめちゃめちゃ見やすかったっすよね。そう、1日目だと直で選手見てもちょっといまいち分かんないなっていう感じがあって、うん、2日目はもう直で見た方が絶対いいっていう感じで、え、なんであの席同じはずなのにめっちゃ見えるっていう感じ、ね、そうでもなんか甘く見えたよね多分1日目の方が。そうですね、甘く見えたと思うし、でも実際その後々決勝のあれ見るとデレック優勝だったんですけど、うん、ポイント自体は1ポイント低くなってたんですよね、うんうん、だから多分やっぱちょっとコンディションよく見えた人も、うんうん、あの審査員の中にもいたんじゃないかなっていう感じで、今回ちょっとねハリー・チョーパンとデレックのあれでいろいろと炎上したり揉めたりっていうのがあったとは思うんですけど、経緯を説明するとオリンピアの表彰式が終わった時に1,2,3,4,5 みたいな感じで並んでる時にハリーが途中で帰っちゃったと、うんうん、でそれに対して、まあ、SNS でこうハディを攻撃する声もあれば、うん、ハディを応援してる横側がデレックを攻撃するみたいな、それだけは一番意味わからんけどびっくりしたよね、私は何が起きたのか分かんなかったな、ええっていう、なんか司会の人が一生懸命呼んでるよ、ハディハディハディ、え、なになにって思ったらもう手を振り払ってバーッとって書いてたじゃん、怒っとんだと思って、うん、なんかね、見ちゃいけんもん、なんかテンション上がっとったのに、なんか一瞬スンってなるみたいな、一瞬マジでシーンってなったもんね、デレックも、え、うん、でもとりあえずパチパチっていう感じでなんかどうすればいいのみたいな感じだったよね、うん、でもね、デレックが優勝した瞬間ハディもこうしとったもんね、しとったしとった、うん、どっかでなんか切れたんでしょうね、
はぁ、あ、やっぱおかしくねみたいな。うん、というよりかまあやっぱ負けて、うん、その冷静でいたかったけど、うん、まあそれでもやっぱり悔しかったのもあるだろうし、うん、やっぱその国際情勢的な話を入れちゃうと、うん、イランとアメリカのあれでイランの国旗を背負ってきてるわけじゃないですか、うん、だからまあいろいろとハディは背負うものが大きかったっていうのはあると思うんですよね、うんうん、ただまあオリンピアの審査はねもうそもそもハディが去年優勝してることを考えると、うん、かなり公正にやってくれてると思うし、うん、実際見てた僕らからしてもデレクが優勝で今回は間違いなかったと思うんで、そこにそれはね完全ないの国際情勢は、うんうん、フロントはハディ、バックはデレク、うん、で、うん、その差がデレクの方が上回ってたなっていうふうな僕らはそういう見方、山岸さんもやってるね、うん、ですね、うん、山岸さんはもうプレジャッジの段階でデレクが勝つで、サムソンは3位だろうね、うん、みたいな話をして、2位と3位の差は大きいねって言って、うんうん、でも実際その通りでしたねっていう感じで、うん、やっぱしっかり見られてるなという、うん、席もいいしねすごい前の方で言ってたね席で全然やっぱり、あ、それも言われちゃうね、うん、あとまあ本当に動画越して見るのと生で見るのは全然違うから、やっぱその動画見て知った気になってる人たちもいるから、やっぱ生で見るべきだよねっていう話を、うん、まあ実際多分これそう僕らがずっと言ってるけど、山岸さんも言ってくれたよね、うん、別の動画出ると思うんですけど、うん、山岸さんは本当僕らと同じぐらいボディビルオタクだから、うん、大先輩の以上でしょ、うん、大先輩オタク兼選手だから、うん、だけどさ、山岸さんオタクじゃんか、だけどこの人もオタクだから、うん、結構君らも分かってるでしょみたいな感じのなんかそう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 なんかそういう認められた感じ ね、なんかそんな感じで嬉しかったね、アキネーターやればよかったよ海外の選手、アキネーター、そういえば見られとんすよ、今回山岸さんをすぐ出せないあ、出せないです君どうせのことね、本当にごめんなさい最初に言われたよね、はい、アキネーター見たよダメだ、分かってくれないぞ、そんなん言わないよでは他の順位で言うと、うん、サムソン・ダグダ3位も圧倒的だなっていう感じで、うん、で、まあ、ブランドン・カリーが来て5位にアンドリュー・ジャックド、うん、アンドリュー・ジャックドがね、ちょっと本調子じゃなかったなっていう感じで、うんうんうん、で、サムソン・ダグダに関しても、うん、まあ本当にこれも山岸さんと対談の中でも喋ってるんですけど、うん、ハディとデレクが全然汗かいてないのに対して、うん、サムソン・ダグダだけめっちゃ汗かいてるから多分水を抜ききれてないみたいな感じのことを山岸さんがおっしゃってて、うん、で、僕大会終わった後にミロシュさんと、うん、ベティ鈴木さんか、うんうん、から DM が来て、うん、生で観戦してた人いたんすねみたいなのが来て、うん、めっちゃ楽しみましたって送ったら、うん、サムソン3位嬉しいんですけど、うん、サムソンその水もっと抜いた方がいいって言ったのに、うん、サムソン側が水抜いてちっちゃくなったら恥ずかしいから嫌だって断ってきて、そんなんあるらしいんですよ、だからみんな言うこと聞いてくれたら優勝できるポテンシャルあるのに残念ですみたいな感じのことを送ってきてもらって、ああサムソンとかそんなレベルでもそういう画が出ちゃうんだっていう、で実際多分汗しっかり出てたしそういう評価だったから、多分ちっちゃくなって恥ずかしいからとかね、かわいいよね、かわいいっすよね、だからまだサムソンはそういう意味では余力がちょっとね残ってるっていうことだと思うんで、今後その骨格だけで言えば、うん、まあ、身長もあるわけですし、うん、かなりオリンピアに近い、まだまだ搭載できるもんね、そう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 、良くなってくると思うんで、うん、かなり今後が楽しみな選手だなっていう、僕はアンドルージャック動画すごい好きになってさ、はい、ああいうののあともうちょっと筋肉つけてスーパーチャンピオンとして君臨してほしいんだよね、うん、そしたら最強っすね、だけど、うん、アンドルージャック動ってもう30後半なんだねっていう、38なんすよ、20後半ぐらいであってほしかった、でもショーン・ローデンは40超えてチャンピオンですからね多分、まあそうなんだけど、うん、圧倒的チャンピオン近いもんがあるじゃないですか、まあ、圧倒的チャンピオンではない、確かにショーン・ローデンはいなかったからチャンピオンになっただけではあるけど、そう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 、ブランドン・カリーポジションじゃん、めっちゃ悪いけど、うん、でもアンドルージャックドならとかサムソン・ダグダならみたいなのを見れたから、僕はすごいそれはそれで楽しかった、だから今回の審査に全く不満がないしこの通りだろうって思うけど、うん、可能性をね見れたというかね、ですね、これからデレックがずっと君臨するは絶対無理だろうから、それはね、うん、みたいな、ただデレックのバックポーズはかなり歴代にね、ちょっとこう語り継がれるぐらい今回のバックポーズはすごく良かったんじゃないかなっていうふうに思いましたね、はい、うん、わざとこんがりがバックポーズと言っておりますので、はい、背中じゃないんですよ、うん、っていう話を何回もしました、はい、ケツがね、そう、ケツすごかったね、なんかえぐれとんよ、うん、うん、見た見た、あれはすごかったっすね、他のね、それ以降の順位でいうと6位ハンター・ラブラダで、うん、7位がミケル・クリゾーっていう感じで、うん、で、僕クリゾー大好きなんですけど、うん、クリゾーが12位から7位まで今回上がってきたんで、うん、まあ次とか本当にちょっとずつ強くなってくればトップ5入りもありえるんじゃないかなっていうようなイメージで、綺麗やもんね、そうですね、だから顔もちっちゃいし、まあ、ちっちゃすぎるぐらいまであるもんな、顔は顔本当に、うん、逆にバランスおかしいぐらいまであるもんね、うんうん、
ミケルに関してはバックポーズマジでいいんですよ、うん、ただフロントダブルバイとかラットスプレッド取った時に腹筋がマジで消えるんで、うん、そこの部分がね、腹筋そのものの水が分厚くなってくるか、うん、バキュームとかをして改善させるかみたいなことができたら、うん、ポンと上に来そうな気はするんですけど、うん、それちょっとねやっぱトップ層と比べると若干薄さが僕は目立つなと思っちゃって、うん、その体の分厚さがあんまないというかっていうのを感じちゃったから、ちょっとやっぱこう時間はかかるかなとは思っちゃったね。だから、ね、僕はねハンターラブラダーよりかは圧倒的にミケルの方が好きな体ではあるんですけど、まあ確かにそう取られたかっていうようなイメージで見てました。ラブラダーはなんかのぺーっとしとるね、でかいけど、うん、あの胸とかが壊滅的に弱いっていう感じですよね。フロントダブルバイとか取るとあれってなる感じ、うん、他のポーズとかになってくると、まあ確かにミケルもちょっと弱いところあるからなっていうような感じで、まあ6位7位わかるかなっていうところ。リーガン・クライムズはちょっとインスタ盛りすぎとるなっていう気はしたっすね。いやでも僕はリーガンにトップ3争いをいずれしてほしいな。いやリーガンはそのうちこうちょっとずつ良くなってくると思うんですよ、年齢的にも。俺の1個下ぐらいだっけ確か、うん、めっちゃ若いから、うん、いいプロポーションとバランス、うん、筋肉の形もいいと思うんで、うん、大きくなったら来ると思うんですけど、うん、SNS の方が正直リーガンはよく見える。まあね、お前ジャパンプロで見てた時より全然でけえっていう、その比較対象が僕の中であったから、うん、はい、うわこれからもっとでかくなれって見てた。なるほど。それだけ。いやマジででもリーガンと、あでもそうだな、アンドリュー・ジャックズの時代は来ないかな、年齢的に分かんないけど。サムソンは何歳？サムソン何歳だったっけ？結構いっとんじゃない？なんか結構いってそうだよね。えでもみんな若すぎない？なんかこの年齢が日本と比べて。確かにそう言われてみればそうだね。そうだね。でもそういう世界なんですよね。短いんだね、選手生命。短いっすよ。うん、やっぱり40までじゃないですか、長くて。まあ普通のスポーツと一緒だよね、うん、まあそっか、あ、サムソン36っすね。あー厳しいね。くさ36でちっちゃくなるから恥ずかしいって言って水抜かんのがいいね。そうもう無理やな、そう36でそれともう頑固さ無理やな。厳しいな、それなかなか。デルクのフリーポーズ上がんないのかな。その、ね、誰も見てないよ、フリーポーズなんか上がっとるよ、誰か。いや、上げて、あんまないんですよ、誰も見てない。そのなんだろう、ほんとね、うん、誰かがツイートしてたんですけど、うん、あのロニー・コールマンとかジェイ・カトラーの世代以降、うん、フリーポーズがあんまり注目されることがないよね。ないね。だからフィル・ヒースとカイ・グリーンとかはちょっと別だと思うんですけど、そのデルクの今回のフリーはマジで良かったっすよ。へ、うん、忘れてた、それは言いたかった。形取ったような気がする。上げたらいいんじゃないですか、それ、うん、ツイッターだけど、うん、僕もバックポーズが始まるぞっていうタイミングからしか撮ってないんで、うん、ただもうバックポーズ入るときにもうあえてめっちゃゆっくり撮り始めるんですよ、うん、で曲調に合わせてバーって決める。で今回そのオリンピアのあの普段のステージがどんな感じかわかんないですけど、うん、ここで決めたっていうタイミングでちょっとステージのそのバックのモニターの演出が変わるんですよ。いやすごそんなんだって打ち合わせしとるってこと。あ打ち合わせじゃなくて、うん、多分ここだっていうタイミングでスイッチかなんか押してんじゃないかな。天才的なスイッチャーみたいなそんな感じがおるけど。いや多分打ち合わせしてる。あれは天才すぎるの無理。デルクこれ最後手あげるぞパチはない。あ多分無理だと思う。俺あげるからやってねえなんじゃない。うん、打ち合わせしてると思うけど。打ち合わせしてるんかな。じゃないと無理ないんです。色とかそういうのもそれぞれみんなが選んでるんですかね。多分このおもろいねそれ。打ち合わせってだから多分この秒数でこの色を切り替えてほしいとかざっくりしたもんかもしれないけど、うんうん、多分切り替えるタイミングは事前に伝えてないと無理な演出だった。本当にそれぐらいフリーポーズへの演出のこだわりがマジですごくて、それぞれその演出の仕方が違うんですよ、うん、なんか虹色みたいなのが上に上がっていくやつもあれば、うん、デレクの時はなんかこう幾何学的なこう水色の線がバババンって出てくるような感じで、うん、でフリーポーズが盛り上がるタイミングでそういう演出に切り替わるんですよ、うん、なのに SNS に上がらんの。そうおかしいね。うんうん、いやデルクのフリーポーズは多分一番盛り上がったと思うよ、うん、僕はあの今まで見たフリーポーズの中で一番好きと言っても過言ではないぐらい、うん、本当にテンション上がった、うん、もうお前が優勝やーって感じだった、うん、フリーポーズの段階で。ハディはねなんか昔ながらのフリーポーズって感じだったもんね、うん、ハディはねあれをこうしてくれなかったのが僕の中ではちょっとこうガチャンをしてくれなかったんですよ、うん、今回これはこのポーズはしてたのに、うん、ガチャンがなかったんでちょっくそっそれだったら優勝してたかもしれない。ないよ。でそんな中他の人はめっちゃフリーポーズちゃんとやってんなみたいな。サムソン・ダウダー普通にフリーポーズうまかったっすよね。いやそうね。いや、うん、みんな良かった。うん。別に僕が次に好きなのはアンデル・ジャックとかあのデルが次に好きだった。そう、うん。最後ゆっくり開脚して。うん、であのボブだっけ司会の。はい。うん、の人が。なんか英語では面白いことを言ってた。うん日本語で言っても分かんないですよって僕言われて一応言ってもらったのが
勝負を分けるポイントがあるとしたらこの足をスプリットしたところだみたいな、うん、だから多分スプレッドでスプレッドを多分かけてた、うん、あスプリットとスプレッドかあみたいな多分そんな感じなるほどねっていうので人笑い起きてました。デルクのフリーポーズあれ現地内で多分感じないよ。あの動画あったじゃん最後のやつ多分撮っとったよね、はい、最後のさドーンの音に合わせて手をこうやーって上げたじゃん、うん、絶対それ打ち合わせしとるわでしょそのあそれは、うん、映像じゃなくて音楽なんだけど、うんうんうん、あそういうことか、うん、音ハメしとるってことかあそうそう、うん、音ハメがめちゃめちゃ気持ちよくて、うん、でその時のドーンが僕の中ではこう、うん、花火みたいなドーンって感じだったよ、うん、イメージでも映像で聞いたら、うん、ドンだから、現地と全然感覚違うなみたいな。でも音圧がすごいっす、うんうん、マジで音響がやばかったなあれ。だから来年以降のレモンクラシックに持って帰りたいものは音響、音圧やばい。あれあるだけで全然違うね。隣と会話できないですね。ほんとクラブみたいな感じです、うんうん、耳打ちしないといけないみたいな感じで、うん、まだまだね語りたいことはあるんですけど、まあちょっとね一旦このぐらいにしておいて、皆さんもね思ったこととかがあったらコメント欄の方にいっぱい書いてくれたら僕らもそれ見てちょっとわってなるんで、いやー来年も楽しみですね。ね本当に行けるんだったらシルバービップ買っていった方がいいと思います。うん、ゴールドビップはシルバービップを一回買っとかないと買えない、そういう感じだった。うん、去年見た感じだと。ゴールドビップ去年のゴールドビップの人にまず案内を送りますっていう、うん、でそれで漏れたというかキャンセルとかそういうのがあったら次シルバービップに連絡が行きますみたいな感じらしい。だから最初から買えるマックスはシルバービップ上顧客様だけってことかみたいな感じっぽかったんで、はい、というわけでシルバービップが一応買える普通の人が買える一番上のがシルバービップだと思うのでみんな行ってみてほしい、うん、そうだからシルバービップの席に座ってる時に僕の前と隣の隣に座ってる人がなんかまあ多分かなりの重鎮だったと思うんですよ、うん、もうレセプションのパーティーになった瞬間にめっちゃいろんなね有名選手と話してたから、うん、びっくりしたよね、うん、そういう人たちばっかりがいるっていう感じの場所でした、うん、シャックがおったんよシャキロニールがおった、ね、僕が一番テンション上がった誰も誰も頼んでないけどえ、誰これって感じでしたけど僕はCバムよりフォロワー多い前の前の席にローリー・ウィンクラーさん撮ったよね、うん、ローリー・ウィンクラーを撮ったやローリー、うん、よかったよかったその通路をオリバー・ジュニアが撮ったりとか、うんうん、最後に言いたいのがさめっちゃでかい人は死ぬほどおる、うん、あ、本当にその通りデルクはそんなでかく見えない、うんうん、パッと見てか、うん、本当にねその普段でかいだけだったら多分フィル・ヒースよりでかい人も全然いると思うんですよ、うん、いっぱいおった、うん、各オリンピアンかなり見たんですよねその、ロニー・コールマン、うん、フィル・ヒース、デキスター・ジャクソン、ジェイ・カトラー、うんあと今回の人たち見て思ったのがみんなプロポーション派なんす、うん、本当に顔がちっちゃい、ねうん、結局一番大切なのはそこなんだなっていうのを再確認させられたというか、うんうんね、だからあとはポージング取ってみないとわからないセパレートがどれだけ出るかとか、うんうん、そういうのもマジで大事なんだなと気痩せするやつが怖いって感じですよね。本当ボディビルで楽しくなりすぎて後から出てくるやつちょっと僕ぶっ飛んでたもんなんかもうあフィジークこそうかフィジークか俺ボディビルをね最初にやるのは良くないと思う、うん、本当に、うん、今度変えてほしい、うん、最後にしてくれ、うん、クラシックフィジークとフィジークが本当にちょっと面白くなかった僕の中でそれぐらいボディビルが面白すぎたっていう感じ僕はこの動画がいいと思ったら高評価チャンネル登録の方よろしくお願いします。レモンチャンネルのこんがりとハムちゃんとリカさんとハルダマンでした次の動画でお会いしましょうバイバイ。